時刻は23時30分を回ったところでございます。こんばんは、武田泉でございます。3月もあっという間に半ばになりまして、今年度っていうのもね、もうすぐ終わりになりますね。4月から新しい生活という方もいらっしゃるかと思うんですけれども、いろいろね、不安なこととかあるかもしれませんが、この番組を聞いて楽しくぶっ飛ばしていただきたいかと思います。あ、それとですね、今日は番組最後にとても大事なお知らせがございますので、眠らずに最後までお付き合いいただければと思います。それでは始めていきましょう。武田泉の深夜の定点観測。この番組はナレーター兼ライターの私、武田泉が溢れ出る好奇心に任せ、今まで体験したちょっと変わったことや、どっぷりハマって足が抜けなくなってしまったことなどをがっつりとお話しする番組です。こんな夜分でも勉強にお仕事にまだまだ頑張っている方、ちょっと人恋しいなと思ってラジオをかけてくれた方、くしゃみが止まりませんという方、そんな方々の気分転換に酔いざましに眠気ざましに軽い気持ちで聞いていただければと思ってやっております。まずですね、お便りが来ていますので読みたいと思います。読みます。ラジオネームお母ちゃん、メッセージ。本当はこの時間に眠りにつかないと明日に響くのですが、つい聞いてしまいます。笑い。いつも楽しい放送をありがとうございます。泉さんの声を聞くと懐かしく嬉しい気持ちになります。みゆきさんいいよね。映画残念でした。あいにく見ていなくて。悪女しみます。ありがとう、というふうに書いております。お母ちゃん、ありがとうございました。このメッセージの映画残念でしたねというのは、前々回ぐらいに私がみゆきさんの映画を見るために3000円もするムビチケを2枚買って備えていて、1回見に行ったんだけど、2回目見に行こうと思ったらもう終わっちゃってて損したよみたいな話をしたので、それに対する、メッセージだと思います。悪女しみますもね、その時悪女をかけましたんで、そういうことだと思います。お便りありがとうございます。ここにね、泉さんの声を聞くと懐かしく嬉しい気持ちになりますというふうに書いてあるんですけど、このお母ちゃんっていう人、1年ぐらい前に1回ねお便りくれてるんですよ。それで誰だか分かんないんだけどね、私の高校時代の同級生であるということはほぼ間違いないというところまで突き止めております。なぜならば、前回の放送の時に私の高校時代のことを思いっきり暴露してくれたからです。とんでもない高校生活を送っていた私、詳しく知りたい方は YouTube ラジオ川越チャンネルで武田泉の深夜の定点観測聞き逃し配信で、2023年2月7日でした、2月7日の放送を聞き逃し配信で聞いていただけると、私がどんな高校生活を送っていたかわかると思います。お母ちゃん、いい加減ペンネーム以外に本名をこっそり書いて私に教えてください、ということでお便りでした。では早速次のコーナー参りたいと思います。いよいよ今日から新しい場所の幕開けでございます。世界は広いな、大きいな。世界は広いな、大きいな。このコーナーは、私が今まで訪れたことのある国で体験したことや感じたこと、変わった風習や価値観の違いなど、世界各国で驚いたエピソードなどを楽しく話せればと思ってやっているコーナーでございます。かなり長いことペルーをやってきましたけれども、とうとう終わりましたので、本日から新しい場所の案内をさせていただきたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。今日から始めます場所は台湾でございます。皆様よく知ってる場所だと思いますよ。とても身近ですしね、行ったことあるっていう人結構いるんじゃないかと思います。夜市に行ってね、なんか美味しいもの食べたいよとかさ、小籠包食べたよとか、まあ、そういう方々結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう楽しい話もしますが、ちょっと違う切り口からいきたいと思っております。で、こんなに身近な台湾でございますけれども、
皆様本当に台湾のことをご存知でしょうかということも思いまして、初回は台湾についてしっかりお話をしたいと思います。さてさて、台湾って何って思ってる人いませんか？はっきり言える人ってどのぐらいいるんだろう。私もですね、正直あんまりよく知らなかったんですわ。でもちょっとですね、いろいろ勉強しましたよ。で、台湾って何でしょう。まあとりあえず地名であることは間違いないと思います。で、じゃあ例えば中国の一部でしょうか。国連が認めた台湾という地域でしょうか。もしくは独立国でしょうか。答えられる？はい、わかる人手を挙げてみてくださいと、私が学校の先生だったらやったと思いますが、台湾というのはですね、まあ強いて言えばどれでもないですよ、今言った私のやつ。一個の定義にね、収められないんですわ、残念ながら。だから独立国でもなければ、中国でもなければ、国連が認めた地域でもありません。いろんな立場からいろんなことをみんな言っているわけですよ。なので、まあいくつか紹介しますけれども、まず台湾に住んでる人たちはどう言ってるかというと、台湾ですと言ってます。そしてその台湾イコール中華民国という国ですと言っています。中華民国、これは中華人民共和国ではありません。中華人民共和国っていうのは、私たちがいつもよく言う中国、習近平さんがいるところですね。ですけれども、中華民国と中華人民共和国は違います。で、台湾は中華民国にあたります。じゃあ対する中国は何と言ってますかねっていう話になります。中国は台湾のことを台湾省と呼んでいます。これはあくまで台湾は中華人民共和国の持ち物だということを、強く主張しているからだと思います。ね、よく福建省とか四川省とかって、そういうのと一緒ね、台湾省っていう風に呼んでいる。そしてじゃあ、あとは海外ですね。海外から見た時に台湾地域という呼び方もあります。これはですね、一部の、まあ、国やですね、国際機関なんかは台湾地域という呼び方をしております。国でもなきゃ省でもないみたいなね、はっきりしたことをなんかちょっと言ってないのかなっていう感じはいたしますけれども、というような、まあ複雑な感じで呼び名がいろいろねあったりとかするんですけれども、独立国かと言われるとですね、独立国ではないんですわ。台湾って日本はもちろん独立国です。アメリカもそうだし、もちろんね中国もそうですよ。なんだけど、台湾が独立国として認められないっていうことは何なのか。じゃあ独立国って何なんだろうって思うじゃないですか。独立国っていうものの定義はいろいろあるんですけれども、ほぼほぼね台湾だってハマってんのよ。まあ大体簡単に言うとさ、独立国の定義はですね、例えば主権を有する地域があるとかね、きちんと独立した国家があってですね、みんなそれに従って法律とか守ってるよとかさ、人口がある程度あるよとかさ、国内の法律がきちんと定められていますよとかさ、まあそういうね、他国との交流とかも持ってますよみたいな、いろいろあんのよ。なんだけど、ほぼほぼ独立国家としてさ、問題ないんだけどさ、一個だけ引っかかることがあるよ。これがですね、国際的な承認っていうことなんですよ。要するに、どこの国ともあんま変わんねえんだけど、外の国がさ、台湾を独立国家と認めないと独立国家にはなれないんですよ。なので、台湾はかわいそうに世界にちょっと何カ国あるか分かんないんです、何百何十カ国あると思うんですけども、そのうちの十何カ国ぐらいしか台湾を独立国家として認めていないんですね。なので台湾は実質独立国家ではないというような形に今世界から見たらなっています。まあそんな感じなのよ。じゃあ独立国家になったら、独立国家じゃない国とはどう違うんですかって話になりますが、独立国家になるとですね、独立国家同士でですね、こう国交というものが結ばれたりしますね。まあ結ばない国もありますけど、結ぶとさ、要は外交官とか派遣してさ、大使館とか作ったりするわけね。例えば今まで話したペルーの在ペルー日本大使館の話とかもしましたけど、ペルーにももちろん日本大使館があって国交を結んでますからね。で、
日本にもペルーの大使館があったりするわけですよ。なんだけど日本はさ、台湾のことを独立国として認めていないんですね。なので国交も結んでないんですよ、仲良しのくせに。だからね、その大使館とかないんだけど、その大使館に代わるようなものは、まあ、あったりするということでみたいですよ。まあ、世界からの見方でいろんなことは変わってしまったりとかするのかなというふうに思いますけど、まあ、ちょっと複雑ですね。これまたおいおい、そのいろんなとこ私が行った話をするときに歴史上の問題とか日本との、まあ、特別な関係があったりするんですけども、それはまた話していけるかと思いますので、まあ、ちょっと今日は難しい話になっちゃったんだけど、そうか、台湾は独立国にはなってないんだね。じゃあ何なの、わからないね、なんだかっていうところまで分かっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。今日のところはここまでにいたしましょう。それではまた次回をお楽しみに。武田泉の深夜の定点観測。みゆきさん、いつでもツッコミ待ってますのコーナーでございます。このコーナーは私が生涯愛してやまないシンガーソングライター中島みゆきさんの曲をまるまる一曲フェードアウトなしカットなしでおかけしているコーナーでございます。および雑談なんかもいたします。本日はですね、またちょっと雑談しますけれども、最近皆様は AI さんとお話とかしていますでしょうか。まあパソコンとかだとさ、最近チャット GPT とかいろいろあったりとかしますけれども、そういうのじゃなくてさ、もうちょっと前ぐらいからある家電とか、操作するために使うアレクサとかさ、あと Google とか Siri とかいろいろいると思うんですけどもね、ああいうのと会話をしたりしたことって1回ぐらいみんなありますかね。私は結構携帯に話しかけるの私 Google なんですけど、 Google にはしょっちゅう話しかけて、まあ、時間聞いたりとかね、そういうことをやったりとかしております。天気聞いたりとかそういうことやったりしてます。で、つい先日私はちょっとテレビドラマを見逃したためにですね、 TVer っていうやつあるじゃないですか、民放公式テレビ配信サービスってやつ聞いたことあるかもしれないですけど、過去1週間分のテレビ番組をさ見られるアプリでございますよ。それをねテレビで見ようと思ってたんですよ。で、私のテレビにファイヤースティックっていうのをつないでましてですね、ファイヤースティックっていうのはテレビのリモコンみたいなやつなんですけど、それ音声で話しかけることができます。例えばアマゾンのプライムビデオとかネットフリックスとかでも何でもいいんですけども、言うとね、まあそれを開いてくれるわけですよ。で、その時は私 TVer を見たかったので、アレクサ TVer 開いてっていうふうに言ったのね。そしたらさ、普段だったら、はい、TVer ですとか言ってこう、喋ってくれるわけですよ。女の人の声で。で、あれ、なんか、男の人の声にもできたりするんだよね。お願いすると。まあ、そこまでは知ってたんだけどさ。その時はですね、いつもやってんだけどさ、私の滑舌が悪かったのか、あいつの耳が悪かったのか知りませんけど、アレクサさんは聞き間違えたのかもしれないんですけどね。私が、アレクサ、TVer って言ったら、今思えばね、ウィスパーって聞こえたのかもってちょっと思うんだけど、 TVer って言ったら急にさ、はい、あなたがささやいてくれれば私もささやき返します、まずはアレクサささやきスタートと言ってささやきモードをオンにしてください、アレクサ明日の天気はのように言ってみてくださいって言われたの。ゾゾってしない？ささやきモードだよ。なんか機械にささやかれるのちょっと耐えられないと思ってさ、それでなんか喋りかけるとずっとささやいてくんの、あいつささやき声で喋ってくんの、もうちょっと無理と思ってさ、もうやめてとか言ったんだけど、なかなかやめてくんないからさ、もうさ、もう電源切るとか言って、そしたら電源切ってくれたけど、ちょっと耐えらんなかったんだよね。なんか皆さんどうですか。私ちょっとなんだろうね、生理的にちょっと耐えられなかったのかな。その機械ってやっぱ思ってるからかもしれないんですけど、なんか人にささやかれたってさ、そんなによほど嫌いな人じゃなきゃ平気じゃん。友達とかにさ、さーって小声でやられても。でももうちょっと無理だったアレクサにはっていうことがありまして、なんか人って難しいなって思いました
っていうか自分が難しいのかもしれないけど、皆さん試しにちょっとやってみてください。気持ち悪いなって思うと思うんだけどなっていうようなことがありましたので、本日はささやきに引っ掛けましてみゆきさんの曲をかけたいと思います。紹介します。あ、そうそう、曲冒頭ですね。事故じゃないので黙って聞いててくださいね。いきます。中島みゆき、ささやく雨。お聞きいただきましたのは中島みゆき、ささやく雨でした。曲の紹介をします。2001年9月19日中島みゆき通算34枚目のオリジナルアルバム心無理歌、漢字で書くと心臓の心の心、森は守るですね、うかんむりの守るという字ですね。で、歌は歌謡曲のかの字ですね。で、心無理歌の1曲目に入っております。シングルカットはありません。コンサートではですね、2001年に行われました21st Century First 中島みゆきというコンサート、番外編として21st Century First 中島みゆき in 慶応っていうのも、慶応っていうのは慶応大学の、学園祭だったんですけどね、これで歌っております。これ私見に行きましたが、ささやく雨はあんまり正直覚えておらず、てんてんてんです。今聞いていただいたですね、冒頭雨の音がザザザザザザってこう入ってるじゃないですか。だいたい37秒ぐらい入ってるんですけどね、これこの曲をですね、曲と曲の間に入れちゃうと、それこそ雨のところがノイズみたいに聞こえちゃうっていうことでですね、このアルバムのわざと1曲目に収録したという話を聞いております。またみゆきさんが出ているですね、プロモーションビデオなんかもこれありますね。ね、今聞いていただいた具合でわかると思うんですけども、土砂降りの雨の中、男女がびっしょびしょになりながら立ち尽くしているのですが、まあ揉めてるんでしょう、別れ話でしょうというような感じでございます。で、その男女がびしょびしょで立ち尽くしているところのバッグがね、ちょっとこじゃれたウィンドショッピングができるようなところで、ウィンドウの中にはみゆきさんがマネキンとして帽子をかぶって座っているという感じのプロモーションビデオでございます。これもまたちょっと面白かったんでね、もし見る機会があったらぜひ見ていただきたいかと思います。今日はですね、ささやき声が怖かった AI の話をいたしましたけども、私もさっきちょっとささやき声、アレクサの真似したんですけどね、あれで寒気きた人いたらごめんなさいって今思いました。ということで、本日は中島みゆき、ささやく雨を紹介しました。武田泉の深夜の定点観測。いつもでしたらここで書いたから読むよのコーナーに行くんですけれども、冒頭でもお話しましたが、今日はとても大切なお知らせがございますので、皆様耳をかっぽじで聞いてください。来る4月20日土曜日、時刻15時から、私ラジオ川越を飛び出しまして、外でイベントをいたします。題して武田泉の深夜の定点観測番外編、サテライトインブックハウスカフェ。長いね、覚えられないね。大丈夫、20日15時だけ覚えてください。いろいろなことやるんですけども、まあ基本的にはですね、この深夜の定点観測のまあ、コーナー、ちょっとミニコーナーみたいな感じになると思うんですけども、そういうのをやりながら、そして初のゲストをお招きしております。すごいね、パチ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 、私が驚くほどビッグなゲストでございます。まあとてもね、ベテランの方々が来ます。来ていただける方はですね、おとぎの村という世田谷区を中心にボランティアで活動しているユニット、おとぎの村の方からですね、村長と呼ばれる人、りゅうちゃんこと川上りゅうさんという方とですね、村人のんちゃんこと水上のりこさんという方が2人やってまいります。いろんなことしてくれるんですよ。このりゅうちゃんなんですけども、りゅうちゃんはですね、まず紙芝居を見せてくれるそうでございます。そしてまたこののんちゃん、水上さんの方はですね、
これ私よく知らなかったんですけども、ストーリーテリングと言われる素話の語りっていうやつなんですけども、語り聞かせっていうらしいんですよ。なんか読み聞かせみたいに本とかこう見ながらっていうんじゃなくて、そういう道具とか一切使わないでですね、語り聞かせてくれるようなものらしいんですけども、私もよくわからないので、皆さんも当日来てがっつり見ればいいんじゃないかなと思っております。そういうまあビッグな2人のゲストを、私ちょっと若干司会なんかをしながらですね、私自身はですね、書いたから読むよの何か生読みなんかもしようかと思っているというイベントでございます。もう一回言います。4月20日の15時から、場所は神保町ブックハウスカフェというところでですね、これ絵本専門の本屋さんなんですよ。この本屋さんのイベントスペースで行います。ちなみに料金は1000円安いねとなっております。おやつも出るかもしれません。で、今日はですね、なんと今お聞きの皆様にですね、このイベントのチケットを抽選で5名様にプレゼントするという企画を立てました。素晴らしい、素晴らしい、初めてのプレゼントですね。応募方法を今から申し上げます。興味のある人いいですか？いきますよ。チケット抽選希望される方はですね、メールで、送ってください。宛先申し上げます。宛先いつものやつよ。いくよ。アドレス kame_steep@yahoo.co.jp、 kame_step@yahoo.co.jp、 こちらの方に件名に4月20日プレゼント希望と書いてください。4月20日プレゼント希望、そして中にはあなたのお名前、そして返信用のアドレス、まあ、基本的には来たアドレスに返すつもりですけども、特別になんかこっちがいいっていうのがあればそれを書いてください。またもし私の番組のメッセージとかありましたらですね、ラジオネームも添えて、書いていただければと思います。いいですか？プレゼント希望される方は件名に4月20日プレゼント希望、お名前とアドレスお願いします。応募期限は3月31日です。プレゼントの方は、それまでに、送ってください。また内容がよくわかんないから、とりあえず内容知りたいという方はですね、4月20日詳細希望、件名に4月20日詳細希望というふうに書いてくれればですね、今私が喋ったようなことをですね、メールで送らせていただきます。そしてそして、今聞いたことで十分です、チケット代払ってみたいですっていう方は、件名に4月20日チケット購入希望、4月20日チケット購入希望というふうに書いて、アドレス書いて、お名前書いて、私の方に送ってください。いいですか？もう一回言いますよ。プレゼント希望の方は4月20日プレゼント希望と書く、で詳細を知りたい人は4月20日詳細希望と書く、そしてもうチケット買うよという方は4月20日チケット購入希望と書く。チケット購入希望の方はですね、枚数も書いてください。お願いします。X 等でまた上げたいとは思いますけれども、X 使ってない人もね、いるかもしれないのでね、 X ですと X の画面の検索っていうところに、読み書きアンダーバー泉、これローマ字ですね、 YOMIKAKI アンダーバー IZUMI 読み書きアンダーバー泉というふうに、検索していただくとですね、私の X にぶっ飛ぶと思います。そこにですね、詳細を書いておきたいかなというふうに思っております。ということで、もう一回言いますね。すべてのアドレスは kame_steep@yahoo.co.jp となっております。で、3月31日までにプレゼント希望された方、こちらで抽選決まりましたらですね、当落ですね、受かったか受かんないか両方合わせてですね、必ずメール返信させていただきます。で、当たった人にはこうしてね、当たらなかった人にはごめんなさいねというふうに、ご連絡を差し上げます。1個注意なんですが、基本メールでのやり取りになりますので、私のアドレス yahoo.co.jp ですね、が受け取れるように、だけはしておいてください。迷惑メールに入らないように気をつけておいてください。受け取れないとメールが送れません。わかりましたかね。で、一つなんですけれども、会場が実はそんなに大きくないのでですね、絶対に行きたいってもし思ってくれた方がいらっしゃる場合はですね、早めの予約がおすすめでございます。チケット代1000円です。もう一度日にち言います。4月20日土曜日、時刻15時から
およそ2時間ぐらいです。チケット代1000円、場所は東京の千代田区神保町ブックハウスカフェというところでございます。ぜひ皆様、ふるってご応募の方をよろしくお願いします。もう時間がないので、もう今日は締めます。これから始まるあなたの一日がとにかくハッピーでありますように私お祈り申し上げております。それでは皆さん応募どんどんしてね、お待ちしております。それではまた会いましょう。お相手は武田泉でした。お元気で、バイバイ。